ナスフカラダで書かれた文字ナスフカラダとナスターリーク、体の比較ナスフカラダは、アラビア語を記す際に使用される、アラビア文字の書体である。ナスフカラダは10世紀初頭に、アッバース朝の大臣を務めたイブン・ムクラにより、開発されたと考えられている。ナスフカラダという名称は、アラビア語で転写を意味する語の語根、ナサハより取られていると考えられている。ナスフカラダは、クーフィー体に代わる書体として登場した、もしくは文章をより早く転写するために生まれたとされる。ナスフカラダは、文字装飾が小さいという特徴を持っており、アラビア語、ペルシア語、パシュト語、シンド語で書かれた文章を印刷する際に一般的に用いられている。ナスフカラダはスルス体から派生して生まれた書体であり、より小さく優美な書体を求める過程で導入された。ナスフカラダは細いペンを使用して文字を書く際、書籍作成に使用する目的に非常にかなった書体であった。ナスフカラダはクルアーンやハディースを写本する際に使用されていた。ナスフカラダは、クルアーンの解釈や詩集、ディーワンの注釈にも使用されていた。ナスフカラダは現代でも幅広い用途で使用されている書体である。ナスフカラダは、ターリークカラダとともに、ナスターリーク体誕生の基礎となった書体として有名である。ナスターリークカラダは、ウルドゥ語、ペルシア語、パンジャーブ語、カシミール語で使用されているほか、パシュト語やウイグル語でも使用されることがある。コンピュータでは一般的にナスフ体もしくはナスフ対応書体が使用されている。以下に例を挙げる。ありがとうございます。